または、ペンローズ、ホーキングの得意点定理は、重力は重力の得意点を必要とするかどうかという問いへの一般相対性理論による結論のまとめである。これらの定理は、物質は妥当なエネルギー状況を満たしているため、この問いに肯定的に回答している。これは、妥当な物質を伴う一般相対性理論の厳密解は、 一般相対性理論が崩壊する特異点を含んでいるということを示している。1960年代、時空の持つ対域的構造の研究に取り組んだホーキングとペンローズによって証明された特異点定理にはいくつかのバージョンがある。簡単に説明すると、光的補足面が存在し、エネルギー密度が負ではない場合、有限で延長不可能な測地線が存在するという。 ステートメントである。後半は、時空多様体における、特異点の数学的な定義である。ほとんど一般的な状況で成立するので、一般相対性理論の下では特異点の存在は、避けられない、と理解して良い。ただし、特異点定理は、特異点の存在について述べるだけであり、特異点の形状や位置を特定するものではない。物理法則の視点からは、 特異点の存在は因果率を破壊する原因になるので避けたいものである。ブラックホールなどの特異点は自上の地平面で覆われることで問題にならないが自上の地平面で覆われない裸の特異点が出現すれば物理的に厄介である。ペンローズはこの立場から宇宙検閲間仮説を提唱した。自然界には裸の特異点は存在しないだろうという予想である。 しかし、この仮説の真偽については明らかではなく、特殊な状況の数値シミュレーションでは裸の特異点が出現するという報告もある。相対性理論の示す特異点はあくまで古典論の範囲においてであり、量子力学的効果が無視できなくなる領域では相対性理論は破綻すると考えられている。 従って、量子効果を含めた得意点の考察は、ペンローズとホーキングの得意点の範囲外になる。相対論と量子論を融合する理論は、量子重力理論と呼ばれており、この理論が得意点を解消、あるいは説明するものと考えられている。量子重力理論は現在多くの理論物理学者が構築中である。ありがとうございます。